コーヒーショップカルディで皆さんがハマってる商品をご紹介ください。はいはい、私トルテリーニっていうその食品自体知らなくて、うんうん、パスタの中にチーズが入って折られてるやつだよって思って、めっちゃ美味しそうと思って、うんうん、はい。うんあーいいなー。カヌレ、はい、冷凍のフランスの焼き菓子です。そうカヌレをチンしたんです。アフォガードそうそう50秒ぐらいチンしてバニラアイス添えて、あー美味しそう。あ、ネコが入ってきた興味津々これはね、本当にもう買えなくて、うん、綺麗で、前買えたんですよ。ビャンビャンメン。愛の大人が何をやってんだよ、もうしょうがねえな。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。皆さんよろしくお願いします。お願いします。今回のテーマはこちらです。大好きカルディ。イエーイ。世界の品々を取り揃えるコーヒーショップカルディで皆さんがハマっている商品をご紹介ください。まずはしょうこちゃん、あなたがハマっているカルディの商品を教えてください。カルディも大好きで、この番組出てから、うん、そう、皆さんのおすすめを聞いてこんなに買いました。いっぱい買いましたね。いろいろある、ね、あパスタ系ね、はい、パスタ系はい、ミシェルさんにお話伺った時にパスタって何かあるんだよっていう話で、で話聞いた後で食べたいなと思って、この左のフジッティってやつと、あと下にあるあのカッペリーニってやつ、細いやつね、とスパゲッティのすごい細いやつ、あとペンネですね、右側の上にある茶色いやつ買ったね。しばらくはパスタだねこれ。止まんないですね。この青いチューブみたいなのこれなんですか。はい、青いチューブはこれは私があのパトロールしてる時に見つけたやつなんですけど、これはね、あのアンチョビペーストで300円ぐらいで、そんな全然高くないんですよ。私がハマってんのはあのアンチョビポテト、電子レンジかなんかで茹でて、ニンニクとオリーブオイルとこれで炒めて完成みたいな。ねえ、ポリンちゃんどうですかこれ。すごいポリンちゃんもう構えといてよ。すごい、すごい美味しそう。すごいそう、食べたい。そのアンチョビ、いいよね、便利だよね。そういう使い方いいね。はい。だね。その見たことないんで探します。私これなんか、あのすごいなんかこう積み立てられてる場所に入ってたんで、ちょっと頑張って、見つけるのが。俺も見たことないな。はい。あるんだね。はい、あとパスタ系は実際もう一通り作ってみた。これペンネは。そのミシェルさんがアラビアータにいいよっていう、ペンネはアラビアータだっつってたね、はい、これでサバの味噌煮缶を使って、あのアラビアータ作ったんですよ、それが実はあんま美味しくなくて、あら、そうサバ缶をね、甘いタイプのサバの味噌煮缶使ったらもうなんか甘くなっちゃって、あのアラビアータなのに甘いっていうちょっと悲しい感じになっちゃってなるほど、辛いのがアラビアータなんだいうことなんだよね、はい、失敗したんでまた作ってみたんですよね、おリベンジした、そうリベンジしました。これがその失敗作ですね。こっち見た目は別に分かんないけどね、そう見た目は悪くないんですけど、うん、オリーブオイルに、ちょっとオリーブオイルにんにく、はい、にんにくと、これは唐辛子か炒めて、でこれを焼いたサバですね、焼いた塩サバをほぐして入れて、トマトソース、さっきのこのトマトソースですね、これはいいよね。サバを入れる感じはなかったな。あ、これね、すっごい美味しいんですよ。これ美味しそうだね。サバを入れることによってサバの脂が、とっても美味しくしてくれて、あのトマトソースとかを。いいですね。はい。そう、そして。トルテリーニはこれは、あの、あゆみさんが、
うん、美味しいよって言って教えてくれた。ああ言ってたね。そうで、私トルテリーニっていうその食品自体知らなくて、うん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 、何それって言ったら、そのパスタの中にチーズが入って折られてるやつだよって言ってもらって、めっちゃ美味しそうと思って、うん、はい、それがカルディに売ってたので、うん、買ってみました。茹でられたものがこちらです。お、見たい。おー素晴らしい。これさっきのカルディのトマトソースと、これね、あの14分茹でろって書いてあって、え、結構長いんですね。そうなんですよ。茹でる前はこんな感じ、うんうんうん、ちっちゃいんですよね。で、茹でると今ちょっとパスタソースとかつけてるんで見えにくいんです。この中にチーズが入ってて、そうなんだ。乾燥してるからちょっと美味しいのかなって不安ではあるんですけど、あゆみさんの教えてくれたやつは、あの生、うんの、うん、あの冷蔵で売ってる、うん、その生パスタコーナーにあるみたいな話で、うんうんうん、これだとすごい美味しそうと思ったんですけど、ちょっとね、ちょっとモノタイプとしては違うけれど、はい、初めて食べる、うん、あ、はい、初体験。いや、初体験。ホリンちゃん初体験ね、もうやだ、しょうこちゃんの初体験だって。見たっていいの、しょうこちゃん。ぜひぜひぜひ、じゃあどうぞ。ああ、行っちゃいましたよ、もう。うん、どうですか？お、これはトマトソースがあってよかったですね。うんうんうん。あ、ちょっとそれだけだと物足りない感じがある。うん、あの、塩気はありますね。うん。チーズの味って。チーズ感はあんまないかも。なんか、いまいち、翔子ちゃんの反応が微妙な感じだね。思ったことはなんか、こんなの初めてが来るかなと思ったら、そうでもない感じが、あ、なんかちょっとなんか物足りないなみたいな。しょっぱいものを食べてるって感じですね。そのコメントは買わない方がいいわよっていうこと。どうですか、うん、それかも味付けが別の方がいいのか。トマトとチーズはね、合うはずだけど、あれあんまりなんか美味しそうじゃない顔してるね。美味しくないことはないんですけど、うん、なんかちょっと違う感じ、うん、あ、ちょっとまあこれリベンジだね、うん、ちょっと別の違う味付けでね、うん、ちょっとまたチャレンジしてもらって、ジェノベーゼのソースもなんか映ってたから、それでもいいかもしれない。これですね、うん、これはまだ1個も使ってないので、うん、まだ開けてないやつね、うん、はいはいはい、わかりました、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、続いてポリンちゃん、はい、あなたがハマってるカルディの商品教えてください。私は、まあ、カルディに行くと買うのは基本ワインか、うんうんうん、ワインのあて、うんうんうん、コーヒー、うん、コーヒーね、なんですけど、うん、今日はじゃあちょっと、うん、スイーツも買うので、ほうほうほう、はい、その3つをちょっとご紹介しようと思います。で、1つ目は、うん、まず、レッドウッドっていう白ワイン。レッドウッドって言ってるけど白ワイン。そう。いっぱい突っ込まれた。赤ワインもあるんですけど、白ワインの方がレッドウッドは美味しくて、税込み767円っていう。お、安いですね。安いんだ。安いのに、うん、これはあの普段の食事とかに合う白ワインって感じで、うんうんうん、毎日飲んでもいけるようなフラットなやつな感じなんですよ、はい、はい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 、いやね、ワイン昔ワインのそういう販売の人に聞いたのよ、うん、いやワインってどういう風に楽しめばいいのかみたいな、うん、となった時にまずは軸を決めろって言われたの。毎日飲むワインを1本ベースに持ちながら、今日はちょっと辛いものにより寄せるのか、酸味の強いものに寄せるのかみたいな、あなたのワインのマトリックスを持ちなさいって言われたんですよ、なるほどねと思って、そうそう、毎日飲めるなんか軸を作ると、うんうんうん、素敵なお酒ライフが楽しめますよっていう、じゃあまさにそれにはその毎日のワインにちょうどいい、本当にだと思ったら、うん、そういうことだよね、きっとこれぐらいの手頃な値段だったよね。そうなんです、これだとね、あの買いやすいし、うんうんうん、ね、ちょっと家族で飲むならね、
うん、1本ぐらいなんかペロンといきそうな感じで、うん、でも700円ぐらいだったらね、そんな特別高いわけじゃないからいい感じですね。うん、ちょっと俺も飲みたいな。ぜひ買ってください、はい、あとはあてなんですけど、これ絶対買うのが生ハム、はい、冷凍の生ハム出た、美味しい。もう絶対買うね、うん、また安いんだよね、安いけど美味しいんだよね。そうなんです、すごいわかる。前のプラネットオブフードで紹介したんですけど、生ハムとチーズと、うんうん、あと音村式ニンニクの黒ニンニクっていうのをこうクラッカーに乗せてマリアージュしたらもうここだけパーティー切るんですよ、ね、もう優勝ですそれ、優勝、うん、本当美味しいんだよな、あの最高だ、あそれ絶対最高ですよ、やります ね、 ね、そんなね、ワインと生ハム来ました、はい、さあ3つ目なんでしょう。3つ目はちょっと系統を変えて、じゃん、うん、あーいいな、パンで、はい、冷凍のフランスの焼き菓子です。これは教えてもらって買ったんですけど、食べた時にもうめっちゃ美味しくて、うん、食べたらすっごいもっちもちで美味しいんですよ。まあチンしてもいいし、半解凍でちょっとシャリシャリが残ってるうちに食べてもいいし、完全に溶かしてから食べてもいいし、だから あんまり手を加えなくてももうそのままで美味しいっていう、うんうん、はい、なんかねちょっと動画があるということなんで、そちらあ見てみましょうか、はい、ちょっとね、ほう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 、あこれ今スーパーカップ、スーパーカップ、はい、これめっちゃ疲れてる、仕事終わりでお疲れの時に、はいはい、これね、そうカヌレをチンしたんです、アフォガードだ、そうそう、50秒ぐらいチンしてバニラアイス添えて、何をかけたんですか。今ねこれコーヒーです。あー美味しい、あ、レッポスリーが入ってきた興味津々コーヒーをかけました。でアフォガード風にしてで食べます。なるほど、バニラと一緒に食べるとまた美味しい、うん、アフォガード風、アフォガード、アフォガードか、アフォガード、ああ、そういうコーヒーとかかけるようなやつをアフォガードって言うんですね、うんうん、なんかめちゃめちゃおしゃれだな。また猫ちゃんがかわいいな、かわいい、はいって感じで、なるほど、は素晴らしい、はい、いいですね、ちょっとした、ね、家での贅沢っていう。おー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 、いいな。お店で食べたら500円はすると思います。もっとしますよ。もっとします。するよね。いや、絶対するする。うん、あんなパフォーマンスされたら500円平気でしますよ。ユウさんいかがでした、今の。カヌレはちょっとね、実は私あんまり甘いものそんなに普段食べないので、うん、買ったことないから、うん、今度は娘と一緒に食べてみます。うん、こんなに甘くないんですよ。甘くないですか、甘くないんです、1個いくらぐらいなんですか、それ1個ね、確か140円ぐらいだったと思います。そんな感じなんだ、安い安い、ね、安い、ちょっとラム酒が効いてるんで、そうなんだ、いいな、いいな、ちょっと大人のフレーバーなんですね、うん、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、では続いてユウさん、最近あなたがハマってるカルディの商品教えてください。私はズバリですね、はい、東南アジア系、それから中国食品に最近手を出していますね、うんうんうん、タイの、紙パックになっているカレーですね、スープカレー系、だいたいレッドチキンかあのグリーンチキンか、まあ、あなんですけど、これかれなんか見たことある、はい、お手頃でサイズ感もすごく良くて、うん、1人前でこの紙パックから出してチンするだけで良くて、非常に、ね、はいはい、あの本格的なお味になってますね。なのでまあ一人で軽めにランチを済ませたいなと思った時は、うん、ご飯とこれさえあればもう、うんうんうん、ご飯もしないうちに、はい、うんうんうん、全部準備できる、忙しい時はね、はい、ね、そうですね、味自体は本当にレトルトと思えないぐらいやっぱり、スパイスのこう非常に複雑なお味も、うんうんうん、似てるところで、うんうん、
はい、なるほど。まあ、でもこれはやっぱりどっちかといえば辛みを効かせてる方で、さっぱり食べたいなと思った時はこのベトナムのフォーを選びます、うんうんうん、まずヌードルはもうライスヌードルで非常にこう麺と違うさあの軽めの感じになりますから非常にねやっぱりあの食べやすくて、スープは別売りのスープの素があるんですけれども、で大体まあ牛肉系とかチキン系とかいろいろあってね、チキンスープですね、もう本当にあのやはりすごく簡単にできて、あとは家にある青野菜かもやしかネギとか、まああり合わせのものでちゃちゃっと一品作れますね。こんな感じだ。そうですね。うん、これは本当にもうあんまり食欲、まあ私あんまり食欲ない時はないんですけど、今はない時、その暑い時ちょっとさっぱりめのものを食べたい時は、これめっちゃ、ね、夏向きだな。はいはい。はい、美味しそうだな。おいおい、こなしっぱ。すごいな。すみません、今収録中です。邪魔しがりはい、皆さんこんにちは。こんにちは。あら、かわいい。はい、今ね、一番よく、すごいね、買いにくくて、いつもね、売り切れなんですけど、こちらのね、ビャンビャン麺、ね、出ました。はい、これはね、本当にもう買えなくて、いつも売り切れで、この前、買えたんですよ。赤いパッケージはマーラー味。マーラー味といってもね、非常にマイルドに仕上がっているので、うちの子供の中で一番辛いもの、苦手な子でも普通に食べられる。ちょうどね、この前食べましたので、短めなあの動画も用意しました。ぜひご覧ください。はい、はい、はい。今から入れていきます。なんかカチカチの麺だ。一本ずつ入れないといけなくて、一気に入れるとくっついちゃうから。あ、くっついちゃう。カチカチですね。カチカチですね。はい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 。十分ぐらい入れて、結構茹でるんだ。はい。おお。茹でたら、おおほほほほ。マーガレーペースの中に酸味と、うん、辛味、あと、うん、そうですね、スパージャオの香りをちょっと入ってくるような、そんな感じですね。あ、フォアジャオとかも入ってるんだ。そうですね、だからマーラーのマーラー、フォアジャオ、そういうことなんだ。はい、はい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 。ちょっとなんかすごい気になる。うんうん、とにかくもちもちで、あの量もそんなに多くないので、まあ軽食でも全然いけます。うんうん、なるほど。カルディ行って探します。うん。ぜひぜひ。コリンちゃんいかがでした？ビャンビャン。ビャン言っただけじゃん。何がセクシーかもう分かんなくなってきた。ちょっとお色気ボイスで反応しただけだからな。でもね、今のビャンビャンって言ったところがまた実はすごくポイントを押さえていて、なんでこの発音になってるかっていうと、あの麺の生地を作った時にパンパンパンってこう、うん、叩くんですね。叩いてね。こちらの麺の発祥の場所は西安ですから、あのあたりはやっぱり方言なんですよね。鉛があって。だから、パンパンではなくて、ビャンビャンなんですよ。そうなんだ。そうなんですか。だからね、今まで、こんな風にね、こう、ビャンビャンって、感覚を開けてこう、聞いたことなくて、今すごい納得。じゃあもう一回ポリンちゃん言っとく？ビャンビャンメン。愛の大人が何をやってんだよ、もうしょうがねえな。昼間からいい響きでした。はい、ありがとうございます。話しにくかった。定期的にやりますよ、こういうのは、ね、次回作仕込んどいてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。またね。バイバーイ。はい。